いらっしゃいませー。ファンタジーとエンターテインメントとね、サッカーを科学するね、情報を提供するか、ファンタジスタサッカーチャンネル、いらっしゃいませー。始まりました。何笑ってるんですか。何キャラっすか。何笑ってるんですか。ちょっとこうお店みたいにしようかなと思いまして。あ、今コロナであんま行けないから、ね、まあ、そういうこと。そういうこともあるね。そういう、この番組は、っていう、エンターテインメントはまだこれから、売ってきますけど、エンターテインメントとサッカーの情報をね、お届けする、こう、ファンタジスタなお店です。っていうことで、よろしくお願いします。言いたいだけかもしれないですね。絶対言いたいだけでしょ。すいません。今日も始まりました。はい。ということで、ね。今日はね、鈴木さん、モチベーションっていうのは、非常にこう、モチベーションテーマにね、お送りしていきたいなと思うんですけど、モチベーションもね、鈴木さんたちプロにすれば、してみれば、そのモチベーションまで上げてからグラウンドに行くっていうことをね、やってると思うんですけど、まあ学生とかね、さすがにね、まあそういうモチベーションのコントロール、いろいろとご苦労されてんのかなと思いまして。そうだね、うん、今は特にさ、うん、コロナの時期で満足にこうサッカーを打ち込めてないっていうのもやっぱりあると思うんで、こうモチベーションのブレとかを維持とかっていうのはやっぱり難しいんじゃないですかね。わかんないですけど、わかんないですけど、わかんないですけど、何で今繰り返しました。なんで繰り返した？いや、僕はそんなにブレないというか、うんうん、モチベーションとかって別にあんま、わかんない。ああ、そうか。やっぱなんかその前回のね、やっぱそこのリーダーシップにも繋がってくるとは思うんですけど、関連してくると思うんですけど、やっぱ強い思いがあれば、そのリーダーシップも自然と出てくるのかなとか、モチベーションも勝手に自分でこう、グラウンドに出るときに、ピッチに出るときに、こう、上げてっていうことができるのかなと思うんですけど、なかなかどうですか、鈴木さん。やっぱあるからでしょ、鈴木さんの中にはそういう。その個人的な感じになるので、うん、僕の話でいけば、その僕は、サッカーをやること、プレーすることが好きだから、別にモチベーションが、下がるとか、こう練習今日やる気ないなとかっていうのはなかったんで、まあサッカーが好きだし、こう上手くなりたいって僕は常に思ってたから、モチベーションとはまた別なのかもしれないですけど、そういう人の思いを背負うようになって、なんかさらに意志が強くなったというか固まったというか、もともと別に僕も意志が固い方の人間だとは思うんですけど、自分で言うのもあれですけど、でもやっぱり人の思いを背負うとなんかもっとすごく強くなるというか、スーパーサイヤ人になるみたいな感覚っすよね。あ、普通の人間から、はい、結構すごい、だから本当に多分計り知れないぐらいの、力が出せたんじゃないのかなっていうのは思うんで、そのプレー自体がどうこう上手くなったとかそういうのはないですけど、でもその状況でもうサッカーができた、今やれって言われたら僕無理だと思うんで、今の状況ではね、あの環境でああいう仲間がすぐそばにいたから、その人たちが自分の体を動かしてくれたというか、そういうのはすごいありましたね。なるほど。いや、いい話でしたね。今日も。しかまされるって。でも次の動画で。はい。なんかすごい、名古屋の。はい。有名な。はい。人が。はい。出るかもしれないらしいですね。本当ですか。映り込むかもしれないですね。なるほどね。なるほど。名古屋の有名な人で。名古屋の有名なのは。あれかな、どこまで詳しくは言えないですけど、はいはい、誰だろうな、
え、知らないですか MC は。わかんないです。ああ、そっか、名古屋の人じゃないですもんね。いや、まあ、まあまあ、はい。誰だろうな。名古屋といえばですよ。名古屋といえば、はい。何ですか？え、それ、あの、名古屋城です。名古屋城？名古屋といえば名古屋グランパス。ああ、そっかそっか。え、中日ドラゴンズじゃダメですか？あ、中日ドラゴンズ。まあでもこれはね、ね、これでもサッカーチャンネルなんでね。名古屋グランパスですね、きっとね。別にサッカーチャンネルだけど、もしかしたら中日の？はい。中日の？誰か知り合いの選手と。はい。あるかもしれないっすよ。はい。楽しみですね。でも、今回はですよ。はい。名古屋グランパスと。あと名古屋といえば。はい。まだあるじゃないですか。ああ、はい。知ってますか？知ってます、多分。何ですか？何ですかって。これ、いいの？言って。うん、名古屋ね。ああ、うん、そういうやつですね。そうです。名古屋っていう。はい、そうです。のチームの。はい。でも、そしたらもうグランパスの人出ないって。あ、そっか。視聴者の人分かりますよ。やべ、バレちゃった。下手っすか？下手ですね。とか言いながら、もしかしたら、うん、名古屋グランパス。そうだ、そういうこともあるよ、多分。だって、名古屋ですよ。名古屋グランパスのって言っても、うん、もしかしたら、元名古屋グランパス。うん。とかっていう可能性もあるんで。そうですね。ちなみに僕は、岐阜時代に、元名古屋グランパスの〇〇選手と一緒にプレイしたこともある。おぉ、なるほど。ということは、ね、今その方は確か YouTube やってるんだよね。やってるんですね。楽しみですね。ぜひ。はい。次の動画か、わかんないですけど、楽しみに。はい。トークじゃない企画があるんで、はい、企画というかまあ、うん、ね、動画が上がるんで、はい。楽しみに見てください。はい。ということで、はい、今日もありがとうございました。終わります。